こんにちは、Gです。今回はちょっとマニアックな話題です。関係ないと感じる方が多いかもしれませんが、しばらくお付き合いを。ターミナルの話なんですよ。 Linux ではどのディストロでもターミナルのお世話になりますし、すべてのディストロにターミナルソフトが用意されています。ターミナルソフトは基本軽く起動も早いんですが、頻繁に使うとき邪魔なこともあります。そこでドロップダウンできるターミナルのご紹介です。役明けと言います。なんじゃその名前は、発音がわからんと外人も言ってるようです。語源は Yet Another Quake だそうです。日本人からすればいい名前じゃないですか。役明けですから。外国の方も見ていただいているので簡単に説明を。役というのは体調変化が起きやすい年齢のことで、病気や怪我に注意という1000年以上前からの言い習わしです。役明けは役が終わる年で、これから良くなるという象徴です。男性なら27、44、63歳、女性なら21、35、39、63歳が役分け。漢は九大。本題に戻ります。役分けは KDE 用に作成されたターミナルで、今ではほとんどのディストロで利用できます。情報は画面のサイトですが、ウェブで役分けを検索するとたくさんヒットします。 MX-Linux では標準装備されていますね。今回はマンジャロ、Ubuntu、Ubuntu Mate、ラズベリーパイ OS、Endeavor にインストールしてみます。マンジャロではソフトウェアの追加と削除を使います。役明けで検索してインストール。役明けはワンキーで上からドロップダウンしてくるターミナルです。一度役明けを起動すれば、ワンキーでターミナルをオンオフできます。デフォルトでは起動キーは F12 に割り当てられていますが、変更可能です。要は F12 キーを押せばターミナルが出て、再度押せば消えます。役明けウィンドウ右下に4つアイコンがあります。赤いバツアイコンでセッションを終了してウィンドウを閉じます。白いバツアイコンは役明けのアプリの終了です。ハンバーガーアイコンが設定。クイックオプションでフォーカスが失われても開いておくがチェックされています。これは役明けの外にフォーカスされた時、役明けを残すか消すかのスイッチです。ハンバーガーアイコン左の白いドットアイコンでもクイックオプションをオンオフできます。ちょっと漢字が暗いのでかっこよくカスタマイズしてみます。他のディストロでもカスタマイズの流れはほぼ同じです。役明けの設定では挙動やサイズ、スキンが変更できますが、特に変更が必須な事項はありません。キーボードショートカットを設定はキー割り当てが分かりやすい。役明けの起動キーもここで設定できます。使い勝手や見た目を変えるのは
プロファイルですね。プロファイルの管理を選択。プロファイルを作って自由に設定できるはずですが、標準のコンソールのプロファイルとバッティングするようでうまくいきません。なのでコンソールのプロファイルも変更して共存させないといけないようです。普通にターミナルとして動作します。ターミナルウィンドウ内の右クリックでコピペやエンコード変更。ターミナルログの書き出しはスクロールバックにあります。左端のアイコンまたはタブバーの右クリックでシェルを追加できます。分割ターミナルも使えます。役分けを自動起動させればいつでもワンキーでターミナルが使えますよね。マンジャロの場合の設定は KDE システム設定を起動し、起動と終了を選びます。自動起動を選び、アッドボタンをクリックして役分けを選択します。Ubuntu ではターミナルでインストールします。画面のようにタイプ。役分けはもともと KDE 用なのでインストールされるライブラリーが多く少し時間がかかります。サーチして役分けを起動。操作方法はディストロを問わず同じ感じですね。でも問題があります。ショートカットキーで非表示にした後、再表示されないんです。システムモニターで見ると死んでないのでキー認識にトラブルがあるみたい。キーアサインも変えてみましたが同じ結果。これじゃ使えないですよね。次は Ubuntu Mate。画面のようにタイプ。インストールは Ubuntu と同じです。ちょっと試してみます。待てでは大丈夫のようですね。コンソールのプロファイルを調整して仕上げはこんな感じ。 Ubuntu と違って使えるようなので自動起動も設定します。メニューでスタートで検索して自動起動するアプリを起動。もう一度メニューで役分けを検索し自動起動するアプリにドラッグ。待てにも役分けは似合いますね。ターミナルで画面のようにタイプ。役分けを起動して。うまく動いてるようですね。ところが問題があります。長いコマンドをタイプしたときカーソルポイントの位置がずれてくる。ターミナルではスペースも敏感なのでこれはミスを誘いますね。まあこれじゃ使えないです。よって打ち切り、設定などはキャンセルします。ターミナルで画面のようにタイプします。
役分けを起動してチェックしてみます。動作は問題ないようです。自動起動もやっておきます。 KDE システム設定を起動し、起動と終了を選択。自動起動を選んで Add ボタンをクリックして、役分けを選び OK ボタン。役分け良さそうでしょう。私の場合、お気に入りアプリになりました。ただラズパイ OS と Ubuntu22.10 では問題があって利用できません。役分けのバージョンか OS 側なのか原因は不明ですが、将来のバージョンで解消されるよう期待しましょう。ご覧いただきありがとうございました。近所にドラッグストアがオープンしました。東日本の方には馴染みが薄いでしょうが、コスモスというドラッグです。ここ現金払いのみ、ポイントもありません。その代わりそこそこ安いし、食品が豊富なのでスーパーよりもよく行きます。近所にツルハ系もあり、価格競争してていい感じ。ウエルシアや松本清は高く感じてまず行かないですね。ところでコスモスで有名なのはものすごい数の防犯カメラ、死角なしって感じ。こりゃジェームス・キャメロンに知らせて 3D モデリングに利用できないかな。ではまた次回。